宝塚市。宝塚市は、兵庫県南東部、阪神間に位置する市。阪神北県民局管轄区域。国から、市工事特例市に指定されている。宝塚市の塚は、国や兵庫県では新字体の塚を使っているが、市では、各数の一角多い塚を用いる。阪急阪神東方グループの創始者。 小林十三が手掛けた宝塚歌劇団の本拠地である宝塚大劇場があり、歌劇の街として全国的に有名である。漫画家、手塚治虫が青少年期を過ごした街としても知られる。かつては、阪急電鉄経営の宝塚ファミリーランドや、東宝映画の源流の一つである宝塚映画製作所などを有して、阪急東宝の文化拠点としてのイメージが強かった。 阪急電鉄経営の宝塚ファミリーランドが2003年4月7日、鉄腕アトムの誕生日に閉鎖され、宝塚ガーデンフィールズ閉鎖を経て、今では商業施設やタワーマンション、小学校等に生まれ変わっている。現在は、新川、酒瀬川、ひばりが丘などの完静な高級住宅街を有する阪神間の住宅都市である。阪神間北部に位置しており、西は、 六甲山系、北は長尾山系に囲まれて、中心部を向こう側が流れている。関西の奥座敷として、温泉場や1913年、大正2年から続く宝塚観光花火大会や、高級住宅地としても有名である。一時、伊丹市、川西市、稲川町と合併構想が持ち上がったが、現在は凍結している。向こう側、坂瀬川、 二川、孔陣川、羽田場川、岩原山、大峰山、譲り葉山、釈迦京山、岩倉山、中山、鹿子が峰。施政工事は約4万人であったが、大阪、神戸のベッドタウンとして宅地開発が進み、現在では約23万人である。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、 2.60%増の225,587人であり、増減率は、県下41市町中5位、49行政区域中7位。川西市万願寺町、万願寺の周辺が、飛び地として、市内に存在する。大阪市への通勤率は22.5%である。平成22年国勢調査。宝塚の塚は、森津町下墓。 古墳を意味する。宝塚は文字通り古墳の名称であるが、宝塚には古墳が多くあり、宝塚と呼ばれていた古墳に関しては、諸説あって場所が特定されていない。江戸時代には宝塚の地名が使われていた。工日このように古くからある宝塚の名称は、明治になって温泉名や駅名となった後、1951年、昭和26年に、 初めて市町村名として採用される。歴代市長、2019年5月10日現在、指定金融機関、池田泉州銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行産業による、林番制。市街地が広がる、市南部を中心に、鉄道網、バス網が整備されている。市の代表駅として、中心的な役割を担っているのは、宝塚駅である。 二社三路線、西日本旅客鉄道、JR 西日本福知山線、阪急電鉄宝塚本線、今津線が当駅を利用している。なお、市の代表駅である、宝塚駅から大阪の梅田方面へ向かう電車のルートは、阪急宝塚線、川西の瀬口、石橋阪内全経由、急行、通勤急行、準急、各駅停車梅田駅、阪急今津線、 本ン役人、神戸線塚口経由、準急梅台駅、JR 福知山線、伊丹、甘ヶ崎経由、丹波路快速、快速、各駅停車大阪駅の3つのルートがある。隣接市の伊丹市には大阪国際空港があり、宝塚市を含め、関西一円の航空利用者の交通拠点となっている。宝塚市も大阪国際空港に対する地元自治体の 連合である大阪国際空港周辺都市対策協議会10市協の一員である。宝塚市からは鉄道、バス、自動車などにより大阪国際空港へ短時間で容易にアクセスすることができる。なお、かつては10市協の他の自治体同様に宝塚市も大阪国際空港を発着する航空機の騒音に悩まされていたが航空機の技術革新により 騒音問題は大きく改善した。かつては国が定める騒音防止対策区域に宝塚市の一部も含まれていたが2009年3月6日をもって宝塚市全域は区域の指定を解除され少なくとも国の行政の視点からは市内の騒音問題は解決済みある。ただし宝塚市はさらなる騒音の改善を見据えて 現在も、騒音基準の達成状況については、詳細な監視を継続している。また、風速秒速5メートル以上の強い南東の風が吹く、時に行われる逆着陸飛、大阪国際空港の滑走路 14R14 リットルを使った運用は、実施される頻度は極めて少ないものの、実施されると航空機が、空港北西側のコース、天が市西宮下から塚市 カーニッシュのコースを低空で空への着陸に向けて飛行し、当該コース下の地域に通常よりも大きな騒音を与える。宝塚市は逆着陸飛行による騒音の影響が比較的大きいため、市は大阪国際空港の逆着陸飛行の動向も調査を行っている。宝塚歌劇団や宝塚音楽学校を題材にした作品は多く、 ロケ地としてもたびたび使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。